このモデルは自動巻きの REF-1007 エンジンターンドベゼルのモデルです。飛行機のエンジンを模したといわれるエンジンターンドベゼルはその精悍さから非常に人気が高く、多くのファンに愛されています。ダイヤルは光沢のあるブラックカラー、ゴールドプリントのレアバリエーションです。インデックスはアプライトのロングバトン、バーハンドとのコンビネーションは視認性も良く、飽きのこない端正なフェースです。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1570、精度と耐久性のバランスが取れたパーペチュアルの最高傑作と名高いムーブメントです。リューズは 5.2 ミリのスモールクラウン、ブレスレットはバックルが王冠タイプの3連リベットブレス、コマの両サイドに両リベットがついた人気のブレスレットで、共に同年代を過ごしたアンティークブレスレットになります。エンジンターンドベゼルのこのモデルは雰囲気のある時計ですので、現行品では感じられないアンティーク感のあるものをお探しの方にはぴったりではないでしょうか。コンディション、ダイヤルは目立つシミなどもなく良い状態をキープしています。インデックス、針の夜光は経年変化しています。ケースは軽い小傷、痩せがありますが、目立つダメージはなく良好な状態です。ブレスレットは3連リベットブレス、REF7205、FF60、12コマ。最大 18.5 センチ前後です。チレと軽い小傷、軽い伸びがあります。操作方法。リューズの締め込みを解除します。ゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。操作後は締め込んでおきます。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかもしれません。ラグ幅19ミリ、ケース径は約34ミリ、リューズ含まず、縦ラグタンからラグタンまで約39ミリ、厚さ約 11.5 ミリのメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。